じゃあよろしくお願いします。こんにちは、こんばんは、三浦です。ということで今日も張り切ってラグビーの話をしてまいりましょう。今日もですね、昨日一昨日に引き続き、高校ラグビー花園出場校のチーム紹介をしていきたいと思います。もうこの写真でもう一発で今日はどこの学校の紹介なのかっていうのはお分かりだと思いますが、そうですね、キャッチコピーは本当にこうさせていただきました。本当に B シードでいいのかと。それって当然あれですよ、シード与えていいのかじゃなくて A シードじゃなくていいのかと、まあいうところですね。東海大大阪仰星ということで、まあもう本当に、いや予想はしてたんですよ、東と、報徳だろうなと言ってたんですけど、僕もう一つ可能性があって、あの 西から3校ってやっぱ選ばないんですよね。なんだけど今年はあの東ゼロの西3校っていうのもあるんじゃないかなとも思ってたんですよ、少しは。でもさすがに、ね、まさか東がゼロとも思わなかったんですけど、 A シードなんですけどね、ちょっと本当にちょっと B シード校の中でもちょっとレベルもう限りなく A ですね。東海大大阪仰星ということで、紹介していきたいと思います。もうね、人気なチームですからね、あれですけれども、まあ記憶にも新しいと思いますが、去年の優勝校でございます。当然の国土地も検討しましたが、ね、青柳選手の怪我がやっぱ一番痛かったとは思うんですけれども、もう圧巻の優勝だったということですね。東には42対20いくつとかで勝ってですね、まあその優勝校 で結構主力メンバーも残ってるこの大阪仰星がですね、 B シード校でいいのかと、まあ言ってもしょうがないんですけどね。で、昨年の花園優勝チームが A シードから落選ですね。今大会最強の B シードとして大会に臨むということになります。で、今年1年の主だった成績でいうと、近畿大会、ブロック優勝天理に勝ってると。で、選抜ここなんですよね。選抜ベスト8で桐蔭に負けてて、これ見に行ったんですけど、 でもその後の圧巻の強さのサニックスと、でセブンズもまあいい成績なんですが、まあこれを見てですね、やっぱりそのシード校予想の動画、ちょっともうそれなりに時間経ってしまいましたが、シード校予想させていただいた時の動画でも言ったんですけど、本当春の選抜の実績って大事だなと、ああいうふうに思いました。だから国土地もですね、春の選抜佐賀工業に負けてるんですよね、確か。だからあそこで勝ってれば A シード校あったと思うんですよね。なんだけどやっぱその選抜の成績って本当ね、本来だったらその春はまあね、今に比べたら結構前ですし、春やってで夏やって秋やって、まあ、徐々にチームとして仕上がっていくから、直近の成績がの方が僕は大事なんじゃないかなと思うんですけど、なぜかこの、花園シード校選びはもう春の成績がかなり大事になってくると。だからこれベスト4行ってたら絶対 A シード校だったと思うんですけどね。でもな、そうなってるとどこ落とすんだろうな。まああれなんですけれども、いや本当春の選抜の実績で大事だなというふうに今回思いました。っていう感じです。じゃあ、今年のチームの特徴を見ていきましょう。しかしながらっていうのはちょっとさっきの文章の続きなんですけど、過去6度の優勝のうち3回は B シードから優勝を成し遂げたことからも、まあそうなんですよね。結局、まあ B シード校だろうが、A だろうが、優勝するときは優勝すると。春先はいまいちでも花園では全く別の違うチームに変貌する。ここがライバルって言われている東福岡との違いなんじゃないかとはよく言われてますね。ただ今年東は本当にどんどん仕上げてきてるんで失礼しました、あれなんですけど、まあとにかく伸びるんですよね、仰星は。春からどん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 強くなるんですよね。だ今年もハウの選抜では華麗な展開ラグビーが見られず、見られなかったですね。桐蔭戦の時はちょっと、モールやブレイクダウンなどフォワードの強さが逆に目立っていたが、実戦を重ねるごとに徐々に改善し、強豪校が集う5月のサニックスユースでは圧倒的な展開力と攻撃を見せて全勝優勝と。
いうことで、まあ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 強いんですよね。で、これ僕も、これ、高校ラグビーに詳しい方から聞いたんですけど、今年のメンバーってかなり、行政の中でも、まあ、報徳並みじゃないんですけど、黄金世代なんですよね。なんか中学時代優勝してるメンバーが結構多いっていうこともあって、まあそういう意味でも、本当に、まあ、申し訳ないですけど、優勝しても何も驚かないですね。もう優勝候補でしょ。BC とかながらもう優勝候補でしょと。ああいうような、状況だと思います。で、まあ、増山くんですね。やっぱ最後尾から鋭いランニングで駆け上がり。去年は、あれ名前忘れちゃった。お池くんか。お池くんが注目でしたけれども、やっぱ増山選手、の方がなんか目立ってたんじゃないかなって感じでしたよね。ランニングで駆け上がりトライを取るとチャンスメイクもこなす大黒柱のフルバック増山選手ですね。どこ行くんだろうな、どこ行くんだろう、本当気になる。今年はトライゲッターとしての才能を見せるウィング、そう大畑選手これ兄弟なのかな、もうあの筑波行ってる寮生からね。でもな、大畑選手ってね、日本代表のレジェンド大畑さんも大畑だからな。で、そこ血繋がってないって聞いたからな。まあ、わかんないですけどね。もし知ってる方いたら。で、華麗で洗練されたバックスの展開力を。で、主将、松沼くんが僕大好きなんですよね。タックルで流れを変えれるフランカーということで大好きです。主将のフランカー、松沼選手を筆頭に、力強いビッグゲインが魅力のロック森本選手、機動力に優れたフッカー山本選手ら強力フォワードが支える布陣は今年も盤石と。6人ですね、高校日本代表候補ということは、あれか、報徳と東は8人だから、それはちょっと少ない。まあでも6人ね、もうアンダーセブンティーユーストレーセンのスピードスターウィング村岡選手ね、あれ初めて聞いたか。いや、湯浅監督が期待を寄せる CTB 吉田1年生選手ら次々に湧き出てくる新戦力の台頭もあり、選手層も熱いっすね、熱い熱い本当に。でここなんですよね、増山選手、松沼選手、大畑選手らは行政中等部時代に全国大会3連覇を成し遂げた時のメンバーらしいんですよね。だからそういう意味ではね、かなりね、優秀人材としてはもう黄金世代だと。3連覇の中でも最強と言われていた世代と。その彼らが最上級生となった今年はチーム史上初の花園連覇に挑むと。そっか、そっかそっか、連覇ねえのか。こんなにありそうな学校ねえけどな。ねえのか、初チーム史上初の花園連覇に挑む。ははー、まあ、ほんと強いよね。やっぱ、ね、あとなんかすごく主体性とかもあって、リーダー候補とかにもなるから、やっぱ岩佐監督すごいよな。人格者なんだろうな。まあなんかテレビで見ると結構怒鳴ってる姿勢とかがよく見られるんですけど、やっぱ素晴らしい人格者なんじゃないでしょうか。素晴らしい指導者だと思います。こんだけね、毎年ね、素晴らしいという感じです。で、今見たみたいに、高校日本代表候補は石原選手、森本選手、松沼選手、大畑選手、増山選手、穴澤選手、候補。で、アンダーセブンティーンが村岡選手と、セブンズアカデミーに増山選手。見てください、主な現役 OB。もうここじゃ、書ききれないと思いますが、山中亮平。野口隆史、フルバックと。いいフルバック育てるのかな、川崎、おぉ、いいフルバック育てる。根塚選手、岸岡選手、ははまあね、岸岡選手はなんかザ行政って感じしますよね。大学、坂田選手、武藤、おぉ、武藤由良木くんもそうか。武藤由良木くん、行政か。あ、そっかそっか。いやいや、で、近藤とわ選手ね、今年ね、去年はちょっと怪我だったんで、今年いいっすよね。大畑選手も爆発してますし、大池選手、
もうそうそう、たぶんなんかいいバックスばっかり選んでるのかな、いうようなところでですね、もう素晴らしいというところなんですが、で一つ僕もう一つ気になった記事見つけて、あの行政でちょっと記事バーって見てたんですけど、あの報徳みたいな昨日の森田選手でしたっけみたいな特集みたいなのはちょっと見つからなかったんですけど、ちょっと気になったところがあったんで、そこを読まさせてください。昨年度は不屈の行政と掲げたチームスローガンを今年は響くにしたって、これおしゃれだなと思ったんですよね。今年は響くにした。発案者のフランカー松沼選手首相は、みんなの親やお世話になっている方々に自分たちから響かせたい、これ結構グッときたんだよな、そういう思いです。まず僕たちが発信することが第一、プレーとかですね、最初はチームリーダーしかできなかったけど、今は部員全員ができるようになってきました、という響く発信というのは情報発信も入ってるのかな、激しく実直なプレーで周囲を巻き込み盛り上げながら本番に照準を合わせていく、まあちょっと春の記事だったかな、なんですけど、響くっていうのがちょっと個人的にグッときたんでですね、ちょっとこれを最後載せさせていただきました。まあ行政も繰り返しになりますが、蓋を開けてみたら行政優勝って言っても、そうだよねっていう感じぐらい、もうちょっと B シードの中でも別格の強さだったと思います。と、今年もどんなパフォーマンスするか、そして何よりも、意外でしたが、連覇がないということなんで、そういう観点でも応援していこうかなと思います。それでは、3チーム目は大阪行政でした。ちょっと、やっぱり1チームずつだとあれなんで、まあちょっと国土地も、ああでもな、B シード、ああすいません、途中から2チームずつになるかもしれませんが、ちょっとね、この3チームはですね、単体でちょっと紹介しないとと思ったんで、お付き合いいただきありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。では。